皆様こんにちは。ベガトラベラーチャンネルにようこそ。今回は飛行機に乗って沖縄へ旅をいたします。シリーズタイトルは謎解きミステリーツアー沖縄アクト8。第8回目は日和人伝亡国21国を考える。卑弥呼の居城かつお墓と考えられる茶壇海底神殿付近からバスで那覇に移動し、バスの車窓を楽しみながら魏志倭人伝の30カ国、特に邪馬台国に向かうルートから離れていて寄ることができず名前だけしか出てこない21国について確認をしたいと思います。 Hello all over the world. Thank you for watching and welcome to the Vega Traveler channel. This time I go to Okinawa by airplane Peach from Nagoya.The title of this series is Mystery Tour Okinawa. Act 8, 魏志倭人伝 Thinking of 21 countries besides the route to Yamatai. This time, I'm going to move to Naha by bus from the vicinity of the Chatan Undersea Castle, which is thought to be the residence and grave of 卑弥呼. While enjoying the bus window, I'd like to confirm the 30 countries of 魏志倭人伝, especially the 21 countries besides the route to Yamatai. Let's enjoy the video. Thank you. 朝から強風に見舞われまして、強い風が吹いて非常に寒かったわけなんですが、それでもなんとか無事にアメリカンビレッジを散策できまして、これから宿泊地のある那覇へ向かうところです。それでまあ日も暮れてきまして、まあ、バスの車窓も、ちょっとちらっと楽しみながら、今回はですね、魏志倭人伝に出てくる亡国21国というのがありまして、そちらの土地が現在の地名でいうとどこになるのかといったところを確認していきたいと思います。今回の参考文献も木村正明氏の「邪馬台国は沖縄だった」です。はい、それでは、今回も例によってGoogle マップでルートを確認いたします。はい、ということで Google マップのルート検索、こちらを使いましてアメリカンビレッジから、那覇にあるトマリンですね、トマリンまで行きたいと思います。でちょっと Google マップはですね、経路検索でこの自動車のマーク、道路を通るマークを選ぶとですね、なかなか道路が複雑なところではですね、なかなかこのように、思ったルートにこのルートを持ってこれないっていう特徴があるんですね。まあだけど、バスが通ったルートはだいたいこんなような形になっています。こういったルートを通って、那覇の泊港のところまで行きたいと思います。魏志倭人伝を確認すると、昔の中国魏って言ってますね。魏と交流があるのは30カ国ありますと書いてあります。でその30カ国の中で特に邪馬台国へ至るルートの中で登場する9つの国、邪馬台国へ行く時に通っていく、国ですね、9つの国っていうのは魏志倭人伝にも、詳細な状況がですね、記述されているということで、9つの国というのは非常に有名な国になっているわけなんですね。で、この9つの国について、まず、今回はおさらいをしたいと思います。でこの9つの国なんですが、この詳しい内容につきましては、このシリーズですね、ミステリーツアー沖縄っていうこの動画、一連の動画のシリーズの一番最初、邪馬台国は沖縄だったという動画で、解説をしていますので、 なぜ、この9つの国が、その場所に当たるのかっていったところ、これを含めて解説していますので、そちらを参照いただけるといいと思います。今回は簡単にこの9つの、国、邪馬台国へ至るルートにある9つの国が現在でいうとどこになるのかっていうのを簡単におさらいしたいと思います。はい、ということでまず1つ目、クヤ韓国です。クヤ韓国は、現在の韓国の釜山と考えられます。これは大砲郡、現在のソウルあたりから、海岸に沿って、南へ行って東へ進んで、和国の、北岸にあたるクヤ韓国に至るとありますので、韓国の釜山が、クヤ韓国と考えられます。次に対馬国なんですが、対馬国は、これ初めて、
海を渡ること千よりで対馬国に着くというふうに書かれております。ということで対馬国は現在の長崎県の対馬市と考えられます。はい、そして続いて対馬国から海を渡ること千よりこれで壱岐国に到着します。これは長崎県の壱岐島ですね、壱岐市にあたると考えております。はい、そして壱岐島から海を渡ること千よりで松浦国に着くと書いてあります。これは松浦のことだと思われます。で、昔東松浦郡にあった現在でいうところの佐賀県の唐津市、これを松浦国と指定しております。はい、ということでだいたいこの松浦国まで、現在の唐津市までっていうのはだいたいどの人も同じ場所を否定しているといった形になります。ここから先がですね、いろいろな九州説ですとか畿内説とかいろんな説があるんですが、ここから先が、みんな解釈が分かれるところです。はい、ということで魏志倭人伝に、沿って正確に素直に読んでいくと、この松浦国から、伊都国へ次行くんですが、伊都国へは東南に陸で500里行くと書いてあります。はい、ということでここからは私の説なんですが、魏志倭人伝で、松浦国から東南に陸で500里進むと書いてありますので、素直に地図上で東南に500里ぐらいのところを探します。そうすると伊都国は吉野ヶ里遺跡といった形で否定できます。はい、それで、多くの人がですね、これは吉野ヶ里遺跡ではなくて現在の、糸島市、糸島半島、この辺りを伊都国といった形で考えていらっしゃる方が多いといったことになります。ただ私自身はですね、このできるだけ魏志倭人伝の記述っていうのを尊重して、魏志倭人伝を素直に読んでいったら、どこにたどり着くかということを優先して、重点を置いて、それで、邪馬台国の位置を否定しておりますので、そうすると、伊都国っていうのは吉野ヶ里遺跡になるといったことです。ただ他の多くの方が、されているように、現在の糸島っていう伊都国と似た名前の、地名があるわけなんですが、これが絶対だという形で考えてしまうと伊都国は糸島っていうことになります。ただ私は地名っていうのも大事だとは思うんですが、この魏志倭人伝に書かれている、この方角それから距離っていう方が地名よりも重要である、地名よりも優先すると、現代の地名よりも優先すると考えておりますので、そういった形で伊都国っていうのは、この吉野ヶ里遺跡だったという形で考えております。次にですね、この伊都国から東南に100里歩いていくと那国に、着くと書いてあります。那国は現在の佐賀県宮城郡宮城町を想定しております。この那国を宮城町に選んだ理由っていうのは、実は理由がありまして、昔この辺り佐賀平野だったんですが、佐賀平野っていうのはもうちょっと海岸線が狭くてですね、実は、吉野ヶ里のある付近まで海が、海岸線が来ていたといった、ことがあるんですよ。で、魏志倭人伝を読んでみると、邪馬台国へ行くには、伊都国から移動して海岸線に行って船に乗っていかなければいけなかったと書いてありますよね。そうするとまず伊都国ちょっと内陸部にあったんですが、そこから海岸線まで出なければいけない。でその海岸線に出た、あたりの国が那国と考えられるので、それが現在の宮城町と考えられるわけです。で那国っていうのは、2回出てきます。同じ国の名前、那国っていう名前のところが2箇所あると考えていただけるといいです。この那国、宮城町の那国っていうのは1つ目の那国にあたります。そしてもう一つの那国は、この邪馬台国へ行く経路をずっと進んでいって、一番最後の那国、一番南極南海の那国、これが2つ目の、那国です。
はい、それでは伊都国のあった吉野ヶ里から、三宅町まで海岸線まで歩いてきました。そしたら海岸線に着いたら、あとは船乗り場まで移動します。船乗り場っていうのがこの久米国となります。久米国は久留米、久米国の久米と久留米市の久留米、久米、久留米、よく似た発音ですよね。はい、次はですね、この久留米、久米国から、南へ行きます。次は当麻国です。水耕20日かかると書いてあります。でおそらくですね、これ水耕20日と書かれていて、距離は書いていないということで、距離を測ることができなかったんではないかと思われます。おそらく大砲軍から出発した、一行っていうのは、松浦国に到着して、で船を自分のところの船、これを降りて船を置いてきたんだと思われます。そして、この久米国から乗った、船っていうのは、これは倭国の船に乗ったんだというように考えられます。そして倭国の船に乗ってしまったので、具体的に距離を測ることができなかったんではないかというように考えております。なぜこのように船を乗り換えることになるのかっていうと、それは邪馬台国を守るための治安上の理由で、いかに交流があった魏の国の使者としても、それは伊都国っていう検問所を通して船を乗せ替えて邪馬台国へ通すといった方法を取ったのではないかと、といった感じで考えております。はい、そして船の航行スピード、それから、この水耕20日っていうところを考えて、私は、この次の当麻国、投げる馬と書いて当麻国、これを、鹿児島県の奄美大島と指定しております。はい、そして最後にこの奄美大島当麻国から水耕10日で女王の都のある、場所まで行きます。船で10日、そして陸を歩いて1月かかると書いてあります。これが沖縄本島であるという感じで考えております。ここで漢字にちょっと注目していただきたいんですが、邪馬台国っていうのと当麻国、邪馬台国っていうのは馬が邪魔になる国、そして当麻国っていうのはその馬を投げ込んでおく国っていう形で読めますよね。おそらく邪馬台国っていうのは何らかの理由があって馬をその、この島の中に置いておいてはいけないっていう、形で考えていて、その邪馬台国にいた馬を全部隣の、当麻国に集めていたんではないかというように私は考えております。そして私は、その何らかの理由っていうのは聖書の記述ではないかと考えております。聖書は、東の島々に行ってその神聖な地で、家畜を飼ってはならないと書いてあります。それからもう一つ、その神聖な土地では靴履物を脱がなければいけない、つまり裸足で生活しなければいけないといったことが書いてあります。それでもし倭国の首都邪馬台国にいた人々が、古代のイスラエル、ユダ国からやってきた人々であると仮定をするのであれば、この記述とこの魏志倭人伝の倭国の、邪馬台国の、風俗風習っていうのがピタリと当てはまることになります。はい、ということで魏志倭人伝でこの女王国に至る経路っていうのが非常に有名な説で、ここを、重要視される方もいらっしゃるんですが、実は魏志倭人伝にはその他にも邪馬台国の、場所を特定する、記述っていうのがたくさん書いてあります。ちょっとピックアップしてみました。はい、5つ挙げてみました。邪馬台国となる土地、これが満たすべき最低限の条件、必要条件ということで、1つ目、邪馬台国は終戦5戦よりの海に接した海中埠頭である。終戦5戦よりっていうのは大体350キロ前後、約350キロ前後で、ぐるっと回って、回遊できる、島であるということがまず分かります。はい、それで次2つ目、中国南部の海南島と同じ温暖な南国の島の風俗風習ものがあると。
はい、ということで実はこの丸1と丸2この2つを読んだだけでも邪馬台国っていうのは南国の島である、で終戦5戦より、まあ、350キロメートルぐらいで、まあ、大体あの、一回りできるぐらいの海に接した海の孤島だと、南国の島だということが分かると思います。3番目、男子は大小の区別なく皆顔や体に入れ墨をする。これは沖縄は戦前までつい戦前まで、まあほとんど全員が、入れ墨をするという風習があったそうです。これは南の島に特徴的な風習だそうです。4番目、東側が海で線より行くと島があり、南北2つの島がある。これ沖縄と考えるとだいたいこれぐらいの距離に北大東島と南大東島、2つの島、2つの国がありますよね。5番目、海から真珠、それから青真珠、これ青玉って書かれています。これが取れ、山から赤土が取れる。はい、これ実はですね、青玉っていうのはなんか翡翠っていう噂もあるんですが、実は沖縄で取れる青玉真珠ではないかと考えております。青玉真珠っていうのは、アコヤ貝から取れる、自然の青い真珠なんですが、非常に、まあ、物が少なくって希少価値のある真珠だそうです。はい、ということで邪馬台国の特徴となる5つの条件、5つの記述を見てくると、特にですね、九州説、それから畿内説といった有名な説は棄却されることとなります。それとかあと日本海側ですね、こういったところも全部棄却されます。四国も棄却されると思います。ということで、邪馬台国は沖縄であったと、仮定をすると、魏志倭人伝のこれらの記述とピタリと当てはまるということがわかります。これらが邪馬台国が沖縄であるという根拠になるわけです。はい、それでは本題に入りたいと思います。魏志倭人伝には邪馬台国へ至る経路上にある9カ国、これ今見てきた9カ国ですが、これ以外の国として邪馬台国へ至る経路からではちょっと遠く離れていてよくわからない国ということで21国、亡国21国と、言いますが、この21カ国が記載されています。これはですね、今テロップに出ている21国のことです。こちらについて、実際現在の場所がどこかっていうのを、否定していきたいと思います。で、この21国の否定っていうのは全て、今回参考にしました、まあ、木村氏の邪馬台国は沖縄だったと、この本を参考にしております。実際ですね、邪馬台国に至る、まあ、先ほど見た9カ国の、土地の否定っていうのは私独自でやってるんですが、さすがにこの21カ国を否定するっていうのはなかなか厳しいところがありまして、これは、先人の木村氏の、この沖縄、邪馬台国は沖縄だった、この本で否定されている土地っていうのを、確認するということにしたいと思います。はい、この亡国21国の否定についてもう一つ言っておきたいところは、この魏志倭人伝の記述の順に邪馬台国へ向かう経路順に沿ってほぼ順番に現代の土地、それから地名が否定されると、こういった説っていうのは邪馬台国イコール沖縄説、これを置いて他にありません。未だ現在こんな風に一列に順番通りにきれいにこの亡国21カ国が否定されているという説は他に見たことがありませんということです。はい、それでは亡国21カ国を、地図で確認していきます。 Google マップを使います。まず沖縄をちょっと表示していますが、最初はですね、沖縄ではないですね。1番島国、これは長崎県の島原、島原を、否定しております。島原、こちらですね、島原っていうのは、先ほど、まあ、9カ国の時に行きました久留米、久留米から、船が出発して、まあ、水港20日でこの辺りを通っていくと思われるんですが、この時に通るのが島原といったことです。直接上陸はしませんので亡国21国の一つとなっていると考えられます。はい、次行きましょう。次、2番、いわき国はですね、鹿児島県の日脇町と、否定されております。日脇町、はい、こんな感じで出てきますね。
鹿児島県の桧脇町っていうのはこれ船でまたこう通っていくんですが、鹿児島の近く、この辺り、海から見たらちょっと遠いところに当たりますので、まあ、こちらも某国21国の一つとなっているといった形です。さあどんどん南下していきます。3番目伊予国、これは屋久島。はい、Google で検索、マップで検索しなくてもすぐ分かりますよね。屋久島、この辺りです。鹿児島からこの、屋久島まで来ましたと。これが3番目、伊予国。古語で、古い言葉で、屋久島は伊予島と呼ばれていたそうです。伊予国、伊予島といった形ですね。で、4番、竹国。これは、種子島の竹崎海岸ということで、まあ、これは検索しなくてもいいですね。種子島、この種子島の竹崎海岸で、5番目、次は美名国といったところなんですが、これは、口之島の美名樽といったところになるんですが、口之島、ちょっと検索してみましょうか。おそらくこのすぐ近くだと思います。口之島、はい、こちらですね、すぐ隣。こんな形で種子島、それから屋久島のすぐ隣が口之島といったことです。徐々にこう南下、南の方へ向かっています。はい、その次、6番香琴国、これはですね、中之島の高原先が否定されています。これ中之島、これ大阪が出ちゃうかもしれないので、鹿児島県中之島と、これで検索しましょう。はい、すぐこちら、すぐ隣の島ですね。口之島のすぐ隣が中之島、6番の小宇琴国は、中之島の高原崎が否定されております。はい、そして次7番不破国、不破国は、こちらはですね、諏訪之瀬島が否定されています。はい、不破国、諏訪之瀬、ちょっと言葉が似ているっていったことなんでしょうかね。諏訪之瀬島、すぐ、こちらの先ほどの中之島のすぐ隣の島といったことになります。このようにずっと北の方から南の方に向かって否定されていくと。はい、それでは続きいきましょう。8番高名国、高名国は、悪石島の徳の大崎を否定しております。悪石島ですね、ちょっと検索してみましょう。丸石島、はい、丸石島、すぐ隣ですね、先ほどのこの、諏訪之瀬島のすぐ隣が丸石島、これが8番の高名国。はい、次9番大佐国です。大佐国は、これ宝島の大瀬崎、大瀬ですね、大瀬崎が否定されております。宝島、はい、宝島は、お、これどこなんだ、これかな、宝島、ここですね、宝島はこの島です。はい、ということで、悪い島からこのちょっと1つ2つ飛んで、ここは宝島と否定されております。宝島の大瀬崎が9番大佐国と否定されております。はい、次10番三国、三国ですね、これはですね、これ奄美大島に入ります。奄美大島の一番北のところに三といった地名があります。ちょっと検索してみましょう。奄美大島、三、漢字がですね、さって書いて人って書いて三ですね。はい、こんな感じ、このようにこれが奄美大島ですね。奄美大島の北、一番北のところ、これが山となっております。これ、ちょっと前、この辺りかな、この辺りの島からここまで来たといった形になります。ずっと魏志倭人伝の経路に沿って北から南の方に向かって否定されていくといったことになってますよね。ということで、これが山、10番目の三国に当たります。はい、次11番いきます。11番は王国、これは大島、奄美大島となってます。で、おそらく奄美大島っていうのは大きいので、この北のところとか真ん中のところとか南のところかとか、違う国があったと考えられますので、おそらく私はですね、これ南の方の、国っていうのが王
王国だったんではないかと考えています。そして私は東馬国を奄美大島に当てていますので、この真ん中の一番、人口が多そうなところ、これが東馬国に当たるのではないかというように考えております。はい、ということで次12番、金崎国です。金崎国は、この奄美大島を離れまして、次は徳之島へ行きます。徳之島の、金見崎が、金崎国に指定されております。はい、徳之島、はい、すぐ隣ですね。奄美大島のすぐ隣の徳之島の、金見崎っていうところが金崎国ではないかといったことで否定されております。はい、次13番いきましょう。13番は帰国、鬼の国と書いて帰国、これは喜界島ではないかということで、喜界島ちょっと探してみましょう。はい、喜界島こちらですね。奄美大島とそれから徳之島で、ここの、ところでちょっとだけ戻るんですが、ちょっと戻って喜界島で、喜界島の中には喜界の木を鬼と書いた、この石板っていうかな、石板があるそうなんで、昔は、この喜界島の木っていうのを鬼と、呼んでいたようです。ということで鬼国、帰国、13番の帰国は喜界島であろうといったことです。はい、そして次14、和歌国、和歌国はこれは与論島に行きます。与論島の赤崎に否定されております。はい、与論島行きましょう。はい、こちらですね、与論島、ということでついに沖縄の近くまで来ましたね。こういった今、島之島を通って、喜界島を通って、それから与論島まで来たいった形になります。14番和歌国はこの与論島の中の赤崎ではないかというように否定をされております。はい、それでは与論島の次は15番ですね、チナ国、チナ国は沖永良部島のチナに、否定されております。沖永良部島、はい、この島ですね、沖永良部島だから、与論島のちょっと北側にちょっと戻ることになるんですが、沖永良部島が15番のチナ国に規定されております。沖永良部島のチナです。そして次、はい、16番山国、はい、やっと沖縄県に入ります。山国はヤンバルのあたりに規定されています。ヤンバル、これはですね、こんな形で沖縄の北の側になるんですが、この辺り一帯、ヤンバル国立公園と言われておりまして、この北側の辺りが、この16番の山国に当たると考えられます。そして、17番クンジン国、クンジンは、これ国神村ですね、このヤンバルの辺りも今そうなんですが、国神郡になっております。国神の辺り、この辺りになるんじゃないですかね。ヤンバル、北側のヤンバル、それから南側の国神、これが17番訓人国といったことになります。そして次18番ハニ国、ハニ国はですね、これはハネジにあたります。ハネジになるかな、これはですね、このあたり、ハネジはこのあたりですね、この名護市とちょっと北側のあたりです。これバスで、通るときもこのあたり説明しましたよね。ハネジ、これは18番ハニ国はハネチといった形になります。はい、そして次19番キユ国、これは、巨大名護市の巨大にあたります。巨大、これは、高速バスで、今回、通りますよね。巨大インターチェンジ、このあたりが巨大、これが19番のキユ国にあたります。はい、そして次20番オナ国、これはですね、わかりやすいですね、名前が似ています。女国は女村、ね、現在の女村のあたり、女村のあたりが女国であろうというように考えられております。このあたりですね。はい、そして最後
那国は那覇です、まあ、これは検索するまでもないですね、この恩納村からずっとここから南のあたり、那覇市までを、那国と呼んでいたといった形になります。そして、この那国、この恩納村のすぐ南、読谷村っていうかな、それから茶谷から那覇市いったこのあたり一帯が那国といったことをいう感じで考えられております。そして当然、この那国の中心のエリアっていうのはこの茶谷の、海底神殿があって、卑弥呼のお墓、そして卑弥呼の居城であったと考えられる、茶谷海底神殿のあるエリア、この茶谷のエリアがこの那国の中心地だったというように考えられるといったことです。はい、ということで Google マップを使って某国21国を全て確認してきました。で、最後にもう一つだけ確認したい、国があります。それは不那国です。まあ、極南海の那国、この南側にあった、不那国、女王が住んでいた那国、この南側にあった対立していた不那国、これはどこかといったところです。これは百那、この辺り百那ですね、この辺り現在でいうところの沖縄県南城市の百那の辺り、この辺りが、那覇、那国と対立していた国だというように否定されているということです。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。このように邪馬台国を沖縄だというように想定をすると、本当にあの魏志倭人伝の、経路、上国に至る経路っていうのをほとんど曲解することなく、この目的地沖縄にたどり着くことができるといった点が非常に、他の説とは違うといった点です。それともう一つ風俗の点ですね。例えば、邪馬台国っていうのは中国の海南島と同じ南の島の風習で、さらに海の孤島である終戦、五千よりの海の孤島であるといったそういった記述すべてピタリと当てはまります。そればかりではなく女王独居するところに至る経路の途中にあった某国21国っていうのも魏志倭人伝の記述の経路の記述の順番で、順番にあの北から南へ一列に否定できてしまうといった特徴があります。まあ、ということで、まあ、こういった点を全て加味してですね、私はやはり、邪馬台国っていうのは沖縄本島であったんだというふうにほぼ確信をしているところです。はい、動画はですね那覇市内に戻ってきまして、松山という歓楽街になるかな、この辺りのステーキ屋さんでステーキを食べているところです。今晩はこの近くのビジネスホテルで泊まりたいと思います。はい、それでは次回 Google マップで確認します。次回は、那覇で一泊をして朝起きて世界遺産式那園へ向かいます。次回は世界遺産式那園です。次回は世界遺産式那園を散策いたします。Thank you for watching the Vega Traveler channel. Could you enjoy the video enough? See you soon. Thank you.